あなたはもし行きつけの酒場の店主が連続殺人鬼だったらどうしますか？遡ることおよそ90年前の1930年代、アメリカ南部に位置するテキサス州。ここには地元住人に愛され繁盛している一軒の酒場がありました。店主はジョー・ボール。第一次世界大戦を軍人として戦った後、地元であるこの地に酒場を開いた男。そしてこの男こそテキサスを騒がせた連続殺人鬼なんです。しかしこの男が殺害した人々の死体はどこにも見当たらなかったんです。軍人上がりの酒場の店主ジョー・ボール、後に連続殺人鬼であることが判明したこの男は一体どうやって死体を処理したのか。それはシリアルキラーである彼にしかできないとてもおぞましい方法だったんです。おっそーす、ケンちゃんです。どうも、ヤミヤミコです。さて本日ご紹介するのはですね、皆さん衝撃的な死体の隠蔽方法や処理方法なんです。キモそう。ということでまずは人気酒場のマスタージョーが行っていた恐ろしい死体処理の方法をご紹介していきたいと思います。酒場の秘密。後に世間を騒がせる連続殺人鬼ジョーが経営する酒場。店内はお世辞にも綺麗とは言えず、店主のジョー自身も常に酔っ払っているようなお店でした。なんでこんな店が人気店なの？まあね、これだけ聞くとね、どうしようもねえ店じゃないですか、うん、でもね、どうしようもねえ店が人気だってことは理由がおそす。一見ろくでもなさそうなジョーの店が人気の理由は2つありました。まず1つ目が綺麗なウェイトレス。ジョーの酒場で接客をするウェイトレスは頻繁に変わりはするものの、皆美人揃い。ジョー曰く根性がないためなかなか長続きしないそうなんですが、ともかく彼女たちの接客が目当てでテキサスの男たちが集まっていたというんです。そしてもう1つの売りがジョーが飼っているワニたち。ジョーの店の外には小さな池があり、そこにはなんと5頭ものワニがいたんです。ジョーがこのワニたちに生肉の餌をあげる様子が客に大好評だったんです。なんか私この店好きかも。綺麗な女性と肉食ってるワニいるんでしょ、うん、なんか怖えわ。なんかいい店じゃない。まあ実はですね、この店をね営むジョーもね、結構なね荒くれ者な性格をしたオスオスだったんです。あんたそろそろしつこいわ。ある日近所からジョーの店にとあるクレームが入りました。原因はワニの餌用に置いてある生肉の腐った匂い。しかしジョーは店の看板であるワニに絶対必要なものだと言い、なんと銃を突きつけて追い返したそうなんです。この性格が原因かは分かりませんが、ジョー自身も何度か結婚と離婚を繰り返していました。まあトラブルはありつつもジョーはね順調にお店を続けていたんです。ですがある日ね、この地域に噂が立ち始めるんですよ。ジョーのお店がある地域で話題に上がるようになったのが女性の失踪。しかもいなくなる女性はお店のウェイトレスやジョーの元妻たちなど、この男に関係がある人物ばかりだったんです。しかし失踪ということで死体は見つかっていません。これらに関わっている可能性がある人物としてジョーへと疑いは向けられます。そして間もなく姿を見せなくなったウェイトレスの一人であるヘイゼル・ブラウンの失踪届が正式に提出されるんです。警察の捜査対象の一つには当然ジョーのお店も入っていました。ジョーに話を聞くため地元の保安官がジョーのお店を訪ねます。するとなんとジョーは拳銃を取り出し自殺したんです。いやいや、うん、急すぎるわよちょっと。いやそうなんですよね、うん、疑いをかけられたねジョー自身が銃で自殺してしまったんで、このね真相は闇の中に葬られたかに思われたんですが、そんなところでアルゴメトリ終わりませんよ。どんどん真実をね探求していきたいと思います。あすあす。しかし一人だけお店の内情を知る人物がいました。それはジョーのお店を手伝っていた男、クリフォード・ホイーラー。保安官は失踪したウェイトレスの行方やジョーについて知っていることなど彼のことを問い詰めたんです。するとクリフォードから返ってきた言葉は想像を絶するものだったんです。ジョーはお店のウェイトレスたちを殺しワニに食べさせていたんです。なんと頻繁に入れ替わっていたウェイトレスたちはジョーの手で暴行された後に殺害。そしてその死体を隠すためワニに餌として与えられていたんです。その数なんと20人以上。しかし科学も発展していない1930年代、クリフォードの証言以外にジョーが女性たちを殺害しワニに食べさせていたという証拠はないんです。しかしワニが食べ消化してしまえば跡形もなく消えてしまうのも事実なんです。真実はワニだけが知るまま5頭はテキサスの動物園へ引き取られていってしまったんです。え、じゃあ豪快にワニが食べてるって思ってた肉が人肉だったってことでしょ。あ、そうなんです。やば。
先ほどの例はですね、別の、まあ、ワニとかね、そういう、ね、ものによって死体処理をしていたんですが、今回は自らの手で科学的な方法を用いて処理したというね、まあ、結構これも恐ろしい方法なんですけど、まあ、ご紹介していきたいと。溶けた遺体。遡ることおよそ70年前の1949年2月、イギリスの首都ロンドン、ここにある警察署をある2人の人物が訪れていました。1人は背の小さい英国紳士風の男、ジョン・ヘイグ、そしてもう1人が身なりの綺麗な年配の婦人だったんです。なんか普段あんま見ない組み合わせね、変な組み合わせね、うん、そうなんですよ。そのね、この怪しい組み合わせのね、婦人がね、警察にね、あることをね、喋り始めるんです。この婦人は近くのホテルで暮らしており、彼女曰く同じホテルで暮らしているオリーブ夫人が一昨日から行方不明になっているというんです。そして同行する男ヘイグこそ、オリーブが行方不明になった日にオリーブが会う約束をしていた人物。老婦人はそれを知っていたため、ヘイグに警察に行くことを告げると、この男もついてきたんです。そして行方不明のオリーブがヘイグと会う約束の目的が、彼の持っている工場を見に行くというもの。ヘイグから自分の工場を買わないかと話を持ちかけられ、興味を持ったオリーブ夫人は一度見に行くために会う予定だったんです。じゃあもう こいつが何かしたの決まってんじゃない。まあ、そうなんですよ。でもこの男ね、一旦否定するんです。ヘイグはその日オリーブ夫人には会わなかったというんです。結局待ち合わせに現れなかったため会えなかったと。しかしこれだけでは当然証拠にはなりません。そして警察がこの男の経歴を洗ってみると、あることが判明したんです。実はヘイグは詐欺などの犯罪でこれまでに3回も逮捕されていたんです。なおさら怪しいわね。まあ、そうなんですよね。まあ、そこでね、このヘイグのね、工場にまで捜査の手は伸びていくんです。警察がヘイグがオリーブに売ろうとしていた工場に到着すると、それはひどいものだったんです。そのサイズと見た目のチープさは工場というよりも倉庫。この男が詐欺師だったことを考えると納得できる話なんですが、とても売り物になるとは思えないんです。しかし捜査は捜査、すぐにこの工場らしきものの中が捜索されます。すると明らかにおかしなものがたくさん発見されたんです。そこから出てきたのはゴム手袋、ゴム長靴、ガスマスク、そして拳銃。工場だから、まあ、ガスマスクはギリわかるけど、拳銃はちょっとアウトでしょこれ。まあもう銃がある時点でやばいよね、苦労なんで、まあ警察はね、まあもちろんね、このことを問い詰めるんですよ。そしたらこのヘイグね、超意外な答え方をしたんですよね。あまりにも怪しいこれらの持ち物に警察が所持目的を聞いたところ、ヘイグは余裕そうにこう答えたんです。彼女を殺して硫酸で溶かした。これまで白を切っていた男による突然の自白、しかも硫酸という遺体の処理方法まで余裕そうに明かしたんです。これだけではなくね、ヘイグの告白はね、まだまだ続くんです。なんとヘイグはオリーブの殺害の自白に続けて、他にも5人もの人を同様に殺害したことも自白したんです。それも観念した様子ではなく、先ほどと同様にどこか余裕そうだったんです。うぜえな。確かに遺体を硫酸で溶かして切ってしまえば証拠は残らず、捜査は難航が予想されます。しかしなぜヘイグはわざわざ自白したのでしょうか。ここから事件は前代未聞の方向に動き出すんです。さあ、このね、遺体をね、硫酸で溶かしたとね、自白したね、このね、マジでバチクソやばいヘイグなんですけど、うん、なんとね、余裕をぶっこいてね、他の殺人までね、聞いてもないのにね、自分から話し始めちゃったんですよ。聞いてもないのね、こいつ。なんかもうね、わざと炎上しに行ってるツイッターみたいな感じで、うん、そうなんですよ、ね。俺、あいつも殺したし、あいつも殺したし、あいつも殺したし。なんか自慢したいのよね、そういうやつってね。自己承認欲求強いんですよ、ね。で、あんたみたいって来るんでしょ、この後。もう大体わかってるから。言ってないじゃん。大体わかってるからね。言ってないじゃん。大体わかってる闇子さんの流れは最後に俺をね、ディスるんです。ディスるんです。実はね、この告白ね、ヘイグにね、ある考えがあってのね、余裕の態度だったんですよ。マジクソ。クーパースディレクティブ。なぜ男は自らの殺人を自白したのでしょうか。それはヘイグにこういう考えがあってのことでした。遺体を完璧に処理すれば罪には問われない。いや、まあバレなければ普通に逃げ切れると思う、ね、いや、そうなんですよ。そこなんですよ。だからこそ今回のね、遺体処理方法を取ったんです。この考えをもとにヘイグが処理に使ったのが硫酸だったんです。硫酸で遺体を溶かしてしまえば文字通り骨も残らないと考えたヘイグ、殺害した人をドラム缶に入れて硫酸で溶かしきります。そして溶かした後に残った物体を近所に巻いて処理完了と思っていたんです。思ってた、うん、ってどういうこと。いや、まあ硫酸ってね、何でも溶かせる万能な液体だと思われがちなんですけど、実はね、人体の中でもね、溶けないものもあるんです。何
何その知識。硫酸でも溶け残ったもの、それは肝臓から分泌される胆汁が固まったものである胆石。その他にも被害者がつけていた入れ歯などは溶けずに残っていたんです。警察により付近の土壌が調べられた結果、これらのものが発見。本人の自白と確たる証拠が揃ったことで、ヘイグは夫人と他5名殺害の罪で逮捕されたんです。逮捕はいいんだけど、もう当たり前じゃないの、こいつが言ったんだから。自分で素直に喋ったんだから。ここでね、重要になってくるのが、遺体を完璧に処理すれば逮捕されないっていうね、この言葉なんですよね、皆さん。当時イングランドにはコーパスデルクティがなければ罪に問われないという条文の法律があったんです。このコーパスデルクティはラテン語で直訳すると死体という意味、そのため死体がなければ罪には問われないということを意味するんです。そしてヘイグはこれを文字通り受け取ったんです。つまり遺体さえなければ殺人がバレても罪にはならないと。そのためたとえ自白しても何人殺しても犯罪になることはないと思い、突然の自白を見せたんです。だからあんなに余裕シャクシャクにベラベラ語ってたってこと。いや、そうなんですよ。でもそんなね、そんな甘いはずないわ。簡単にね、行くわけねえんだよ、ヘイグ。直訳すると死体になるコーパスディレクティ、実際条文での意味は罪態や犯罪構成要件などと訳される言葉です。つまり証拠があれば罪に問われるということ、もちろん死体がなくてもなんです。殺人が許される大義名分を得たと勘違いしたシリアルキラージョン・ヘイグ、彼は法律の解釈、さらに死体の処理の2つのミスにより6人の殺害で死刑にされ、1949年8月10日、その刑は執行されたんです。遺体を完璧に処理すれば完全犯罪は成し遂げられる、一見正しい論理のように思えるんですが、実際はそんなことはなかったんです。手口だけは一万に手込んでんのに、考えが間抜けすぎないこいつ。まあ確かに、なんか結局さ、バレるんすよ、悪いことしてたら。悪いことしてバレるんすよ。あんたもなんかあんの、はい、過去にいっぱいあるよ。隠してて、あのこの間ちょっとミスったなってのが、岡山県を広島県にしちゃってまあちょっとね、間違えちゃったんですけど、本当皆さんすみませんでした。視聴者の皆さんで、はいはい、隠してる悪いことだったらなんかコメント欄で教えてほしいよね。コメント欄に謝罪するの、あので、謝罪することによって成仏させよう。アルゴメントリーの僕たちね、ちょっとねそういうあのできるんで、コメント欄に書いてくれたらそれで成仏とね。皆さんがちょっとやってしまったなっていう、ちょっと言える範囲でいいんでコメント欄に書いてみてください。ありがとうございました。